6号戦車はドイツが第二次世界大戦時に使用した重戦車である。6号戦車と呼ばれる戦車には I 型と2型の2種類の戦車が存在し、それぞれ T ガー IT ガー2と呼ばれる。この2種は当時の世界最強の戦車の一つとして評価されている。ティーゲル戦車と表記されることもある。英語読みではタイガー戦車と表記される。開発当時、 ドイツ国防軍は、赤軍の T-34 戦車に苦戦を強いられていた。ドイツ軍はそのことを受けて、もともと対空用として製造された8.8センチメートル降車砲を対戦車砲として戦車に搭載し、6号戦車が誕生した。当時のドイツ軍戦車の中で最も巨大だった本車は、相当アドルフ・ヒトラーのお気に入りとなった。 以後、終戦まで6号戦車は使用され続けた。しかし、重量が当時の水準からすると非常に重かったため、変速機や足回りなどのトラブルが多く稼働率は低い水準にとどまり、また、構造の弱い橋や道路の通行が困難だったり、複雑な設計が量産性を妨げた。しかし、その大火力、 重装甲はそれらの欠点を補ってあまりあるもので、当時まともに対抗し得る多国製戦車は存在しなかった。1943年にチュニス近くでアメリカ軍に露飼されたィーガー I r 九1 9 3 7年に陸軍兵器局から開発指示のあった35トン級戦車に由来する。ヘンシェル社はこれに基づき DWIDW2 と呼ばれる戦車を試作した。 さらに、1938年9月9日に VK3001 として提示された仕様に基づき、VK3001 が試作される。この車両が VK3601、VK4501 と発展して6号戦車となる。一方、ポルシェ社は1939年から VK3001 の開発を開始し、VK4501 へと発展した。 ちなみに、フェルディナント・ポルシェの設計した VK4501 は、エンジンで発電して、電動モーターを駆動することで、変速機を配するという鉄道では、実績のある方式だったが、同線信頼性に乏しい代物だった。二社による設計が比較された結果、ヘンシェル社の製品が採用され、ポルシェ博士の設計したものは採用されなかった。ただし、製造は、 前倒しで始まっていたため、その車体は、エレファント重駆逐戦車として利用された。また、エレファント大隊の式戦車として、実戦参加したポルシェティガーも存在する。従来のドイツ戦車のデザインを踏襲しつつも、重厚な装甲とともに56口径8.8センチメートル砲という、高射砲をもとにした強力な砲を採用し、対戦車、対人気戦闘に威力を発揮した。 また、I 型の初期のものには、橋を渡らずにとかする場合のために潜水装置がついていた。設置圧の低下のために設計された幅の広い離体を装備したまま貨車に乗せると、トンネルを通過することができないため、鉄道での輸送時は一番外側の天輪と、外側から二番目の天お及びフェンダーを外し、輸送用のために設計、製造された幅の狭い離体を装備することとなった。 また、天輪は当初は外周にゴムタイヤが付いていたが、後期型ではソ連戦車のものを参考にしたゴム内蔵式の鋼鉄製天輪が使用された。これは鉄の部分が直接離体に当たるため音がうるさくなるが、ゴム部品の消耗を抑えることができた。アメリカ軍の M4 シャーマンの全面走行を2000メートル超の距離から貫通でき、逆に M4 の 75mm 砲では、接車でも、撃ち抜かれない、全面装甲を持っていた。同様に、イギリスやソ連の大半の戦車にも、圧倒的な優位を誇っていた。そのため、連合軍では、タイガー戦車を相手にするときは必ず3両以上の、戦車で迎撃することと言われていたほどである。ドイツのムンスター戦車博物館に展示される、ティーガー2英語での俗称の、 キングタイガーがドイツ語に逆輸入され、ケーニヒスティーガーとも呼ばれる。71口径8.8センチメートル砲を搭載。垂直面で構成された車体を持つ相型と異なり、パンターの車体同様にソ連戦車で実用化された傾斜走行を採用している。ポルシェ型向けにクルップ車で設計され、先行して部品の製造が行われ、ベクマン車で組み立てられた砲塔を持つ。 初期生産型50両とヘンシャル型向けに同じくクルップ車で設計された砲塔を持つ、それ以降の生産型がある。ポルシェ型向け砲塔は前面、側面が丸みを帯びており、砲塔前面においてショットトラップを生じる危険性があった。同時期に開発が進められ、この車体を延長して固定式戦闘室に 12.8cm 砲を 搭載したヤークトティーガーが製造されている。ありがとうございます。